今私は韓国のプサンにおりまして、時刻は朝5時14分。これからプサンキメ空港に移動しまして、日本に戻ります。今回なんですが、この後福岡経由で宮崎に移動しようと思っております。で、宮崎でね、ちょっとやりたいことがありまして、ホテル修行のフィニッシュをちょっとね、しようかということで、まあ私マリオット宿泊修行っていうのをね、まあ、ここ数年連続でやってるんですが、現状今ね、74泊してて、あと1泊すると、来年ね、上級会員のステータス、まあ、プラチナ、チタンアンバサダーってあるんですけど、その真ん中のね、チタンメンバーになれるんですよ。以前 SNS で話題になってたんですけど、宮崎にあるシェラトングランデホテルが異常に安かったんですよ。宮崎市内からちょっと離れた場所にシーガイア、あると思うんですけど、そこにあるね、シェラトンホテルが一泊1万1000円ぐらいだったんで、激安です。非常に安かったので予約をしました。で、今回そこで、この修行、今年のマリオット修行のね、フィニッシュを迎えようということで、まあ、せっかく今、プサンにいるんでね、九州近いじゃないですか。だから福岡経由にはなりますけど、宮崎にですね、久しぶりに行って、何年ぶりなんだろうね。3年ぶりぐらいかな。に宮崎に行って、まあ、ゆっくりして修行も終わらせようということで、まあ、その様子をちょっとまとめて、短めになると思いますけど、お届けしようと思います。ということで、プサンキメ国際空港に到着しました。この後ですね、私が乗る航空会社、とりあえず福岡まで今回は大韓航空を予約しております。で、福岡から、宮崎までは JAL という流れの航空券ですね。はい、で、もう早速チェックインできるのかな。まだ今6時前なんでね、出発が9時、3時間前から多分できると思うんで、チェックインカウンター行ってみましょう。めちゃくちゃ混んでるな、まだ6時前なのに。確か JAL の JGC サファイア以上があればですね、プライオリティレーン使える、スカイプライオリティ使えるはずなんですよね。日本便だったら一応ちょっと行ってみます。ということでチェックインの方完了いたしました。やっぱりね、 JGC、サファイア持ってるとね、スカイプライオリティ大韓航空ね、日本便に限り使えるみたいなんで、今ちゃんとね、優先タグもつけてもらいました。で、ちゃんとね、印字もされております。ただ、ちょっと今日はね、大韓航空のラウンジが使えないという説明を受けました。で、まあ、それはちょっと許してくださいみたいな感じだったんで、まあ、ラウンジ別に行かなくてもいいかなと思いますし、まあ、PP のラウンジもあるんで、そっちは営業してるみたいなんでね、閉まってるのかな、一応よく分かんなかったんですけど、そんな感じです。まあ、そんなに、ね、必要ないですもんね。すぐ着きますから。30分ぐらい着きますからね、福岡までね。それで今、朝ごはん食べずにね、ホテル出てきたんで、お腹空いてるんで ね、機内食もあるっちゃあるんだけど、まあ、大したことないですよね。今からちょっと朝ごはんを2階のフードコートで食べようかなと思います。ラウンジには行かずにね。あと出発まで2時間以上あるんで余裕ですね。混んでますけど多分サクサク行くでしょう。最後の韓国飯食べておきましょう。で、福岡で乗り継ぎで、2時間ぐらいあるのかな。その間にまた昼飯を福岡で空港で食べればいいし、まあ、なんなら宮崎着いてからでもいいですけど。はい、はい、とりあえずちょっと今から適当に食べましょう。何食べようかな。なんかラウンジで食べるよりよっぽどかこっちの方が本場感があってうまいですけどね。あ、じゃじゃん麺定食超うまそう。じゃじゃん麺食べよう。残念ながらじゃじゃ麺売り切れだったんで、ちょっと違うとこ行きます。普通の韓国飯のね、チゲとかならあるんですけど、ロッテリアも迷ったけど、まあ普通の定食にしますわ。注文した豚キムチチゲセット1500円ぐらいかな。1万5000ウォン。はい、こんな感じです。うまそう。いいね。トッカルビもついてる。これ多分おかわりくれるやつですね。これでいいんですよ、朝ごはんは。こういうのが一番いい。それじゃあいただきます。チャルボッケスミダー。わ、たくさん入ってるね、具材が。うまそう。ということで出国まで完了いたしました。今制限エリア入りました。ちょっとまだ時間あるんで PP ランチ行ってみましょうか。釜山空港国際線、すげえ久しぶりだな。なんか国内線でね、インチョンまで行くとかいうのは去年とか乗ったことあると思うんですけど、すごい久しぶりですね。釜山空港制限エリア内、喫煙所しっかりあります。こちらですね、ご安心ください。自分は先ほど出国する前に飯を食いましたけど、フードコートも中にそういえばありましたね。
で奥にあるのがスカイハブラウンジ、 PP が使えるとこですね。うわー並んでるな、スカイハブラウンジ入るためにほとんど日本人じゃないかな。並んでて入るのにもなんか時間かかりそうなんで今回パスします。ということでゲートの前に来ました。6番ゲートから9時5分発の福岡行きですね。 JAL と高度車便ですね。 KE の2135便かな。出発時間が9時5分なんで搭乗開始は8時30分だったかな、35分とか、まあ、あとちょっとですね。それでまだちょっと時間があるんで今回ね2泊宿泊した東横インでタックスリファンドの手続きしてくれたんで今から空港のこの制限エリアにあるタックスリファンド事務所に行って税金をね、ちょっと還付を受けてこようと思います。先ほど窓口見たら8時半からだったんだよね、空いてるのが。で今回搭乗開始8時35分なんでギリギリまあ間に合いますけど、朝早い便だと多分手続きできないんですよね。これがちょっと落とし穴かな。インチョンだったら多分もっと早くからやってるんだけど。こちらがタックスリファンドの手続きする場所ですね。まだ空いてません、あとちょっとで空きます。ということでタックスリファンドをしてきました。7000ウォン戻ってきましたね。これ700円ちょっと、800円ぐらいかな、まあ、ビビたるもんですけどカジノでねあの100万ウォン負けたくせにこんなんもらうなよって感じがしますが一応もらっておきました。ということでもう搭乗が始まってましたんで行きましょう。結構早めにねスタートしますよね韓国って。ということでゲートくぐりました。これバスなんかな、置き止めなんかな。バスですね。ということで機内に入りました。737ダッシュ900ですね。44の A 窓側、今回選べなかったですね。でも窓側でした、うん、以前にこの区間ですね、釜山福岡間日本で一番短い国際線区間ということであの動画にしたことがあって、もう何回も乗ってるんですけどね、まあ説明しなくても分かる通り非常に福岡まで近いですから、現状今日本で一番短い国際線区間ということであの私がね動画出した後さまざまな YouTuber の人たちが同じ、ね、あのタイトルで日本一短い国際線区間みたいな感じで動画を出されたと思います。で結構ネタにしやすいですよね、すぐ着くし、まあ、分かりやすいということ で頻繁に便数も多いですしね。今日はこの便ビジネスもエコノミーも満席だそうです。この区間需要ありますからね。あと韓国人の人たち福岡旅行めっちゃ好きなんで釜山から近いですし、うん、やっぱ日本人というよりも韓国人の人たちがほとんどですかね。船で行くよりもやっぱ断然早いので。今回は最近話題のアプリの紹介です。 TikTok Lite というアプリがあります。これは私の視聴者さんでも多いポイ活修行僧の方にも非常におすすめのアプリです。私は最近移動中に TikTok Lite をよく見ています。なんと動画を見るだけでポイントが貯まります。毎日チェックインをして興味のある動画にいいねボタンを押すとポイントがもらえます。もちろん費用はかかりません。すでにアカウントをお持ちの方は連動してアプリをご利用になれます。しかも今なら期間限定で10月26日から11月の3日までハロウィンフェスキャンペーンを実施中です。総計でなんと18億ポイントを山分け、さらに通常のタスクポイントが 1.2 倍となっております。私はPayPayポイントに変えたりしています。先ほども言いましたが貯めたポイントは電子マネーなどに交換ができ、しかも毎日最大 50% の PayPay ポイントも当たります。さらに専用の URL から新規インストールとログインで1300円分のポイントがもらえます。こちらはご利用が初めての方のスマホでのインストールが対象となります。今回初めて星を集めてポットを埋めるイベントがスタートします。星を集めてポットを埋めて1つのポットを埋めると最大で10万円分のポイントがもらえます。また友達紹介も熱いです。友人を紹介すると1名ごとに5000円分のポイントを付与。
4人紹介すると少なくとも270万ポイントもゲットできます。この大盤振る舞いキャンペーンも間もなく終了しますので、ぜひこのタイミングをご活用ください。アプリの使い方も非常に簡単です。アカウント登録後は左側のアイコンをチェックすると随時ポイントが更新されます。獲得したポイントの交換やさらに獲得ができるタスクの確認は下のギフトのアイコンをタップして見れます。アプリを開いて左側にあるボタンをクリックしてください。新規アカウント限定報酬というところでゲットできます。詳しくはこの画面の QR をご確認ください。今表示されている QR からアプリのダウンロードもできます。ぜひ興味のある方はよろしくお願いします。 TikTok ライト公式 X アカウントをフォローすると随時お得なイベントや無料でもらえるプレゼント情報などが告知されるので、よかったらフォローもどうぞ。それで今私はタイのバンコクに滞在してこの動画を撮ってるんですけど、今 TikTok ライトの説明を一気にバーっとしちゃったんですけども、私からねちょっとしたアドバイスというか、あとまあ使ってみていいなと思ったところがあったんで補足しますと、動画を見てね貯めたポイントっていうのをまあ QR 決済であったり電子マネーに変えれるんですけど、さらにそれをですね航空会社のマイルにも変えることができますので、まあ、塵も積もれば山となるみたいな感じで少しずつ貯めてね航空券に変えて旅行したりもできたりするので、これもありなんじゃないかなと思いました。皆さんにちょっと補足しておきます。広告終わりです。本編に戻ります。非常に短いフライト時間ではありますが機内食が提供されましたということで、これはサンドイッチですね、パンですね。はい、飲み物はお水だけです、まあ、いらないですよね。もう間もなく着陸態勢なんで。ということで着陸態勢に入りました。めちゃくちゃ早いです。を済ませて13時の宮崎行きの飛行機に乗り換えます。ということで一瞬で福岡に着けました。早いね。福岡空港のねちょっと不便なところは国内線ターミナルまで遠いってことですね。バスでちょっと時間がかかります。ということで入国審査終わりました。ちょっと30分ぐらいかかりました、荷物が出てくるのに。とりあえず今から連絡バスで国内線ターミナルに行きます。うわ暑いっすね。釜山より日本の方が全然暑いわ。あ、行っちゃう。これです、これです。なんとかギリギリ乗れました。ご乗車ありがとうございます。国内線ターミナル行きです。日本についてすぐ分かることがあります。それはこのバスとか電車の中のエアコンの温度の高さですね。全然効いてない。あの多分省エネモードだと思うんですけど、もっと効かしてほしいですよね。なんでなんだろうね。日本って結構そういうとこやっても多いですよね。このバスも全然エアコンが効いてなくて暑いです。それで JAL の宮崎行きあとね2時間ぐらいあるんで、ちょっと飯を食いたいと思います。せっかくなんで福岡っぽいもの食べたいですね。何しようかな。さすが3連休の最終日なんでめっちゃ混んでますわ。やだな、こういう時に本当空港来たくないですね。それでは JAL チェックインします。それじゃあ保安検査終わったんで桜ラウンジでコーヒーでも飲みますか。この後私が乗る宮崎便はやはり私はあの修行の思い出が結構あって、 JGC のねあの回数修行50回乗るっていうので3往復とか1日しましたからね。フライト時間は超短いですけど。ということで桜ラウンジ入りました。出発までゆっくりしようと思います。
それではラウンジを出てゲートに向かいます。ということで久しぶりの国内旅行というか、ね、自分の住んでる街と違うエリアでゆっくり過ごすのはワクワクしますね。あと温泉もあるんで、そう、アフリカから帰ってきてから温泉行きたくてしょうがなかったんでめっちゃ楽しみです。すごい久しぶりに国内線の JAL に乗る気がする。まあ、今回運行は JR ですけどね。懐かしい、ここもよく来た気がするな。だいたい隅っこの方ですよね、宮崎便でこの無駄な往復をした甲斐があって今 JGC 持ってますからね。それではゲートくぐりました。ということで機内に入りました。エンブラの170ですね。久しぶりにエンブラ乗りますわ。多分世界一周ビジネスクラスで回った時以来かな。で、この機材はクラス J ないですね。全部普通席。飛行機自体はね、ちっちゃいんですけど、座席が狭いかといったらそれはまた別の話なんですよね。結構エンブラの飛行機、一人当たりのスペースはなんか込み込みの詰め詰めみたいなイメージはないです。結構広いです。ご利用いたしました。ただいまドアが閉まりました。皆様の着席を確認の上出発いたします。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをアームドに変更しラベルチェックを行ってください。本日の上回れた内容シメンバー JR をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空3629便宮崎ブルーテピリア空港行きでございます。喉口に当てバンドを頭にかけて宮崎ブーゲンビリア空港に到着しました。めちゃくちゃ懐かしいですね。すげえ久しぶりに来る感じがします。まあ、ラブホみたいなね、こう雰囲気があるっていうので話題になった空港だとは思いますけど、あと修行僧の人がねよくね、来られてたと思います。私も本当久しぶりで笑ってしまいました。それで今からホテルに移動するんですけど、ちょっと遠いんですよね。シーガイアっていう場所にあるシェラトングランド、私行ったことないんですけども、そこまで行くのに、まあ、空港からねバスが出てるんで、それで行った方が今聞いたら早いよってことだったんで、宮崎駅まで出てそこからバスとかで移動するよりも、まあ、直行ではないんですけどね、そこにも泊まるバスがここから出てるということ でしかも今日は3連休ということで、なんかホリデーパスというなんか制度があって700円で行けるらしいんですよね。普通は900いくら1000円ぐらいするのに、今もう実は切符買いました。現金でだったんですけど、はい、700円でバスで直行して行こうと思います。ちょうどここに書いてあるわ、シーガイア、これです。今日泊まるホテルは、リゾートシーガイア超高層リゾートホテルって書いてありますね。まあ、結構古いとは思うんですけど、まあ、目の前が海で、あと温泉もあるんですよね。
周り何にもないから、もう本当にホテル引きこもりになると思います。とりあえずバスまであと40分ぐらいあるんで、適当に時間潰します。これあれだ、ポケモンのフナッシー、すいません、ナッシーですね。フナッシーはあの船橋のやつだったわ、間違えた。すげえ、ちょっと時間あるんでなんか買いましょうか。なんか周り何にもなさそうなんだよね、ホテルの。お菓子とか買ってこう。食べ物とかも大丈夫かな。食べてみてください、はい。なんとキャビアの試食がありました。本物ですか、このキャビア。本物です。本物なんですね、はい。宮崎はキャビアが有名らしいです。日本キャビアの日とかあるんですね。ということでバスの時間までまだあるんで、ソフトクリーム買いました。ヒューガナッツソフトクリーム、うん、めっちゃうまい。こちらの4番バスの乗り場ですね、シーガイア駅。ということで到着しました、シェラトングランデ。バス結構早かったですね、700円でね、安く来れたし快適でした。お客さん全然乗ってなかったんで、かなり立派ですね、高級感あります。ちょっと古そうな感じはするんですけどね、すごいリゾートチックなホテルなんだ。結構評判がいいんですよね。それで1泊1万1000円だったんで、めちゃ安いと思いました。あと温泉もあるっていうのが素晴らしいと思います。もうチェックインの時間は始まってるんで、しちゃいましょう。チェックインがラウンジですね、素晴らしい。プラチナ以上の人はラウンジでチェックインみたいですね。最初から案内されました。で、景色がめちゃくちゃいいです。すげえな。今ティータイムということで、このなんかスイーツセットが運ばれてきました。まだ何もチェックインしてないんですけど、でドリンクはセルフサービスでなんかいろいろあって、で今この2つもらいました。これも何回でもくれるみたいですね、素晴らしい。やっぱ宮崎といえばスコールのイメージがありますね。ついて早々ケーキ食べてますけど大丈夫かな。ということでチェックインの方完了しました。すごいね、スタッフさんたちの対応がかなりレベル高いです。なんかすげえいいホテルですねここ。かなり好印象です。今回1万1000で一番安い部屋を選んだくせにですね、角部屋のしかもクラブフロアでアップグレードです。ちょっと入ってみましょう。ということで部屋に入りました。やばいやばい、超広いわ、すげえ、これは広いね。うわあ、まずちょっと景色に目がいっちゃいましたけど、一望できる、さすが角部屋だ、すげえ。結構ねレビュー見ると古い感じとは書いてあったんですけど、そんなことないですね、すごい手入れがしっかりとされてて。で、もともと私あのキングサイズのベッドのワンベッドの部屋だったんですけど、クラブフロアになったということで、でこの部屋がに当てられて、でベッド2台の部屋になりましたけど、全然ありですね。てかむしろありがたいですね。テレビも大きいです、ソニー製のテレビで。あとね、今回特典とは別でなんか多分チタンメンバーっていうのもあると思うんですけど、冷蔵庫のミニバー2日間滞在中無料だそうです。何が入ってんのかな。え、すごくないですか。ビールとかもあるんだ。これ全部あの無料だそうです。1万1000円なのに1泊で、お水もすごいいっぱいあるし、ここにもなんかあるし、すげえな。飲み物は買わなくて良さそうですね。まあラウンジがフロアにねあるんで。あとはここが洗面台で、あ、全部ありますね。上等な木箱に入ってますけど、わ、たっぷり入ってるな、アメニティありがたい。でこっちがシャワーで、超広い、バスタブあります。ここがトイレかな、ちゃんと分かれてるんだ。おお、ちゃんと TOTO のウォシュレットですね。ここにも洗面台あるわ。ということで部屋の紹介こんな感じなんですけど、なんか久しぶりに
当たりの部屋というか、ホテルというか、まあ、マリオット系ホテルね、今回修行でまあ泊まるっていうのもあるんですけど、基本的にね、私の場合海外でばっか泊まってて、日本で泊まったことほとんどないんですよ。さらに安いところばっかり、アロフトとかコートヤードとか、ね、モクシーとか、そういうところばっかり泊まっててね。で、シェラトンは結構泊まってる方だと思います、海外では。でもやっぱり高級な方、これシェラトングランデって結構高級な方なんですよ。シェラトンより上ですから、普通のね。で、日本でなんか高くて泊まれないんですけど、今回なぜか一泊1万1000で売り出されてたんで、宮崎にわざわざ来てね。で、ここで修行をフィニッシュさせようと思って来たんですけど、素晴らしいです。さっきも言いましたけど、チェックインちゃんとラウンジでしたし、で、座ったらすぐにケーキと飲み物来ましたし、で、ちゃんと別の部屋でですね、呼ばれて、そこで今チェックインだったんですけど、説明もすごい丁寧。まあ、あとこちらのホテルの売りはね、天然温泉が、宿泊者はね、無料で入れるっていうことで、ちょっと離れたところにあるのかな。まあ歩いては行けると思うんですけど、この建物と別のところにあって、で、そこも結構人気ということで、結構混むらしいんですけどね。うん、それも無料で2日間温泉入り放題ですし、まあラウンジはああいうふうに軽食とか、あとこの後カクテルタイムもあるんで食べれますと。で、あとポイント、1000ポイントですね、ウェルカムポイントと別で、あと朝食2日分、もらいました。はい、さらにミディバーもね、無料ということで、なかなか、至れり尽くせりというか、料金以上のサービスかなって思いました。あとね、朝食も13時半まで、そのレストランで食べれるということで、なんで、朝ごはん、朝早く起きれずに、食べ損なってもね、ランチとして食べることもできるみたいです。なんか神戸のシェラトンに似てますね。そういうサービスあるの知らなかったんですけど、昼飯としても食べれるみたいですね。それもすごいと思います。はい、今回2日間、2泊して、私の修行はね、フィニッシュするんですけど、今ね、スタッフさんの説明だと、3連休入ってるということで、今日はかなりお客さん多いらしいです。温泉も混むし、ラウンジもね、パンパンになると。で、今日はラウンジ60分制限にするかもしれないっていうふうに言ってたんで、見た感じね、やっぱり皆さん修行僧の人とか、高級ホテルが好きそうな人たちが、さっきいっぱいね、カフェタイムでお菓子やらジュースならすごいこう、あーって食べてたんで、うん、それがやっぱ日本っぽいなって思いました。海外だとそんなに人いないんでね。まあ自分もそう言っていて来てるんですけど。まああとは何と言ってもこの景色ですね。素晴らしい。下がゴルフ場になってんだね。海水浴場も近くにあって、で、1日1300円で自転車も貸してくれるみたいですね。それで、そこで、あ、今下にちょうど見えてますね。あとプールもあって。うん。近くにはやっぱ何にもないですね。基本的にホテルで過ごすって感じになると思います。で、これが多分温泉なんじゃないかな。違うかな。とりあえず韓国のプサンから移動してきてですね、福岡経由で宮崎に着いて、ちょっと休憩したいと思います。で、この後ちょっとジムにね、運動行きたいんで、ジムで運動したりして、で、カクテルタイムでちょっと飯食べてって感じで、ゆっくり過ごそうと思います。それでは早速ジムに行ってきます。で、運動終わった後、温泉入りに行って、カクテルタイム行きましょうか。ジムがめちゃくちゃ広いですわ。すごい。なんか酸素カプセルみたいなのもありますね。すげえ。ということでがっつり今ジムで運動してきました。1時間ぐらい運動しました。それでは今から天然温泉入り行きましょう。贅沢ですよね。ジムで運動した後すぐに天然温泉入れるって。それでは温泉入ってきます。右側こんな大きいプールなんですね。だからファミリーの人たち多いんですね。温泉に行く道もかなりおしゃれな感じですね。それではこの先だと思うんで入ってきます。ということで温泉入ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかった。2種類もあるんですよね、まあ、今日は今 1箇所しか入らなかったですけど、結構広かったし、なんかこだわっててちゃんと天然のね、ぬるぬるの茶色っぽい温泉でしたね。ホテルの周りには何もないんですけど、ホテルの中にコンビニと、まあ、レストランがいくつかあるんで、コンビニがあるのはありがたいですね。レストランは多分ちょっと高めだと思いますけど、最悪明日の昼とか食べればいいかなって感じですね。ここのホテル地下にね、すごいお店があります。コンビニってなんかあれ、みんなのイメージするコンビニとは違いますけど、結構いろんなもの売ってますね。めちゃ広いわ。お土産も、お土産広場がホテルのレベルじゃないですね。空港並みですね。これいいですね。宮崎タルタルソース買ってこう。すげえ、これなんかこういうの大好きです、買うの。はい、ラウンジ入りました。そんなに
食べるものはないですね。お酒類は結構たくさんあります。生ビールもあるし、ということで軽食のビュッフェはそんなに食べるものはないと思います。おつまみとかピクルスとかそうなんですけど、今からこうなんかプレートでくれるみたいですね、こういったものを。はい、ちょっと待ってます。で、飲み物はさっきも飲んだんですけど、スコールとアセロラソーダにしました。それでローストビーフとか、この袋包みってやつおしゃれなやつが来ました。はい、取り放題とかではないですけど、かなり質の高そうな食事ですね。すごいです。なんかエビとかホタテが入ってますね。こんなのラウンジで出るんだ。やっぱすごいね、ここの宮崎シェラトン。これもよく見たらうなぎですね。うなぎとローストビーフ、超うまそう。記念すべき修行最後の宿泊が宮崎シェラトングランデ。基本的にはホテルの中で2日間ね、閉じこもってずっと作業しようと思ってたんで、うん、周り何もないですしね、うん、ちゃんとその環境が整ってたし、選んでよかったと思いました。ちょっとさすがにあれだけじゃね、晩ご飯足りないなって感じなんですけど、まあちょっと食べ過ぎてるんで最近あれぐらいにしときましょう。はい、今日はもうこれで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。ということで、めちゃくちゃお腹空きました。混んでるかな。あー、めちゃくちゃ混んでるわ。さすが日本ですね、朝早い時間でみんながっつり来られます。食べ物もすごいいっぱいあるわ。今日はたくさん食べときます。うまそう。もちろんチキン南蛮とかもありますね。うまそうだわ。ということで朝ごはん持ってきました。宮崎スペシャルって感じがしますね。食べたかった本場の冷や汁とチキン南蛮と、あと宮崎辛麺、辛い卵とじラーメンみたいなやつ、それがあったんで嬉しかったですね。サラダもなんか宮崎のナスとか生で食べるサラダがありました。でおにぎりもなんか作ってくれて、カレーとかね、なんか親子丼とかお茶漬けとかもあったんですけど、はい、あのおにぎりにしました。まあサイズはちっちゃいです。あとおかず類もいっぱいあって素晴らしい。さすが日本ですね。まずは冷や汁から。みょうがが効いてますね。美味しい。宮崎牛のおにぎり。それでは朝ごはんも食べ終わりました。移動しようと思います。ということで、ちょっと昼飯を食べにね出かけようと思って、で今ホテルの人に聞いたらね、ホテル以外のレストランで近くになんかおすすめとかありますかって聞いたら、なんか農協、なんか農協とか漁業の人がやってるお店があって、道の駅みたいな、そこいいですよって言われたんで、ただ歩くと30分以上かかるって言われたんですけど、まあ運動で歩いていきますわ。でどうしてもきつくなったりね、雨が降ってきたりってなったらタクシーで帰ってきます。宮崎ね、結構暑いですね。沖縄に近いかも。ただ沖縄より湿度はあるかな。国内旅行の動画はちょっとあんまり私のチャンネルでは不人気なんでね、やりたくてもやれないっていうのがあるんですけど、徐々にちょっと皆さんにもね、慣れて見ていただきたいんで、たまに撮るようにしてます。めちゃくちゃいい雰囲気ですね。歩くのにぴったりだ。こういうウォーキングしてるだけでも楽しいですよ。なんだかすごい田舎の道みたいで面白いですね。はい、着きました。30分もかからなかったと思います。20分ぐらい着いたかな。ポックル農園。あれ、今日休みかな。俺によくあるパターンなんですけど、全然人がいる気配がない。あ、でも車は止まってるわ。やってるでしょ。やってなかったら悲しいな。宮崎の地魚がうまいらしいです。あ、やってますね。よかったよかった。こういうの絶対美味しいですからね、海鮮丼とか。うわー、うまそうだね。
ということで入店しまして、おすすめを今聞いたんですよ。で、数量限定のね、この冷や汁定食、これ食べたいなって今すっごい思ったんだけど、今日朝食ったんだよね、ホテルでね。で、おばちゃんが言うには冷や汁定食かサンマ、ただサンマは別に宮崎関係ないってことだったんで、で一番注文が出るのはこの海鮮丼らしいんで、地魚海鮮丼、はい、これの、1050円これにしました。で、あと単品でこのミックスフライ、これもね美味しいって言ってたんで、はい、これにしました。なんでちょっと贅沢に単品ミックスフライつけてちょっと豪華に行きたいと思います。ということで来ました。今ねおばちゃんが今日はもう宮崎で獲れた魚しか使ってないと言ってました。ちょっと飛び子とかは違うと思うけど、あともずく酢と、味噌汁をねうどんに変更できたんですよね、100円で。なんで冷やしぶっかけうどんにしました。あとね単品頼んだミックスフライが思いのほかすごい量で、唐揚げとかもあるんだ。俺魚フライかと思ったけど、唐揚げ、エビフライ、魚フライ全部ついてるんだ。はい、すごい量です。これでもね全部で2000円してないと思う。すごい安いと思いますよ。あのまあ日本の価格としたら普通かもしれないけど、他の国に比べたらこのクオリティでこんな金額で食べれないと思います。それじゃあいただきます。超うまい。すごいなこれ。これが地魚、魚フライ。いやめちゃくちゃうまかったわ。すごいボリュームだった。ちょっと頼みすぎたかもしれないね、うん、あれでしかも1900円ですよ、税込み。まあホテルで食べる食事もねすごい美味しそうだったんですけど、こっちに来て正解だったかもしれないですね。ホテルがねだいたいね、まあ値段の話してもあれなんですけど、カレーが4000円とか だったんで、まあホテル価格ですよね、まあ、それはそれ美味しいとは思うんですけど、あの量で1900円でしかも作りたて、刺身もでかいし、いやさすが日本素晴らしいな、特に地方に来ると。すいません、ちょっと誘惑に負けてしまいました。宮崎牧場ミルクソフトクリームとか売ってたんで買っちゃった。幸せだな。あとホテルで食べようと思って買ったんですけど、宮崎ニューピオーネ、ブドウですね、巨峰、まあ、房から外してあるんで多分外れちゃったやつとか集めたやつかもしれないけど、これすごい量ですよ。300円って安すぎだよね。ホテルに戻ってきてシャワーを浴びて、今からラウンジで作業します。こんなまたケーキセットくれました。栗に金箔が乗ってますね。こんなにいい環境で仕事なんか正直ならないです。何をしてるかよく分かんなくなってきた。ということで昨日に引き続きカクテルタイムに来てみました。今日もこれ晩ご飯にします。メインがねアジのなめろうとかローストビーフとか、また昨日と違うんですね。3連休終わったんで今日の方が空いてて、はい、いいと言ってましたけど、それでも今日は60分制限で、多分そんなにね人が少ないわけじゃないんだと思います。今日はもう時間厳守でっていう風に今アナウンスしておりました。普通に野菜もいっぱいあるしヘルシーな感じでうまそうですね。まだメインのやつは来てないですけど、でももう十分これでも晩ご飯として成立しますよね。はい、今日のメインのプレートです。めちゃくちゃ豪華ですね。昨日より豪華な気がする。なんか一品一品でかいですし、ローストビーフも厚切りですね。サーモンとかすげえな。シェラトン、はい、ということであれから数日経ちました。で今ですねマリオットのアプリを見ると宿泊実績が76になりましたんで、75を超えましたんで、来年も1年間ですねマリオットの上級会員ステータス、チタンメンバーですね、獲得ということで、今年の2024年マリオット修行ね、これで終わりということになります。修行最後の宿泊が、まあ、日本でね終えれたことも良かったですし、シーガイア宮崎のね、シェラトングランデホテルめちゃくちゃ良かったです。今回こんな感じで韓国のプサンから宮崎で、滞在してホット修行を完結させたということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。